皆様、 IBM 総合フェア2000先進ソリューションゾーンへようこそ。今、音楽産業をはじめとするさまざまな著作権ビジネスは過渡期を迎えています。インターネットによるこのダイナミックな変化は、消費者の選択肢を劇的に増加させ、企業におけるビジネスの可能性を無限に広げています。そしてデジタルテクノロジーの発展は、著作権を保護するさまざまなハードルを克服し、インターネット上での高品質かつスピーディーな商品流通を可能にしました。これからご紹介する先進のソリューション、 IBM のエレクトロニックメディアマネジメントシステムは、全米5大レコード会社の音楽デジタル配信プロジェクト、マディソンプロジェクトに唯一認められました。インターネット上での著作権の保護、そしてセキュリティを十分に確保し、皆様に高音質な楽曲を提供、さらにセキュリティをはじめ IBM のさまざまな先端テクノロジーを集約して、インターネット上でのデジタル音楽配信を可能にしました。このアメリカで認められた IBM のエレクトロニックメディアマネジメントシステムは、現在日本ではメディアダイレクトという愛称で呼ばれて、ソニーミュージックエンターテインメント様のデジタル音楽配信システムに採用されました。 IBM のテクノロジーが実現した全く新しいビジネスの形、それをご覧いただきましょう。彼女は音楽好きの女子大生、千尋さんです。手に持っているのは、どうやら今流行りのポータブルプレイヤーのようですね。実はこのポータブルプレイヤーの中に、インターネットで購入した新曲が入っているんです。あ、千尋さんがまたまた新曲を購入するようですね。ではどのような方法を取るのか、一緒に見ていきましょう。彼女がいつも利用するのは、ソニーミュージックエンターテインメント様のウェブサイト、ビットミュージックです。このシステムは新譜を中心に音楽配信、インターネットで購入しますから、世界中いつでもどこにいても手軽に新曲をゲットできちゃうということで、今大人気のウェブサイトです。あ、こんなにもたくさん新譜が入っていますね。ではこの中から千尋さんが大好きなアーティスト、奥田民生さんを選んでみましょう。曲名はマシュマロですね。では購入アイコンをクリックします。はい、すると画面が変わって、あとは好きな購入方法に従って入力します。クレジットカード、ビザ。はい、これでダウンロードがもう開始されました。とっても簡単に手続きが行えますよね。でも皆さんの中には、例えばセキュリティは不正コピーに対してはどうなっているのという疑問をお持ちの方もたくさんいらっしゃるでしょう。でも安心してください。このビットミュージックですと、二重三重なセキュリティで安全なインターネット取引を可能にしています。そしてその安全を支えているのが、 IBM の新デジタル配信システム、エレクトロニックメディアマネジメントシステム、メディアダイレクトです。このシステムは大きく分けて5つのコンポーネントに分かれます。まずコンテンツ準備システム、すなわちレーベル会社。次にセキュリティを管理するクリアリングハウス、ネット上でのレコード屋さん、 e ミュージックストア、音楽データの蓄積配信を行うコンテンツホスト、そして最後に商品を購入する皆様利用者となります。まず利用者が e ミュージックストアから注文を入れます。すると利用者の PC はクリアリングハウスに行って ID をもらいます。この時クリアリングハウスは利用者を特定しなければいけません。そこで利用者がアクセスをしてきた PC の個別情報を読み込んで利用します。すなわちその PC じゃないと音楽が解けないという仕組みを作り上げているんです。さあ、どうやら利用者が確定できたようですね。ではここでクリアリングハウスは
利用者へと鍵を渡します。それと同時に同じ情報を用いてデータの配信を要求します。この時初めてご覧のように音楽データのダウンロードが始まります。音楽データをハードディスクにしまい込むときにはさらに異なる鍵で再び暗号化、徹底的にセキュリティを守っているんです。そして PC へのダウンロードが終了して音楽を聴くときに初めてご覧のように鍵が外れて音楽データとして楽しむことができます。ではここで鍵が開催しないと仮定してみましょう。すると音楽データはただのファイルとなってしまってご覧のようにコピーし放題ですよね。ではこの図をご覧ください。実は1曲を販売するにあたってこれだけたくさんの鍵が隠されているんです。もちろん鍵はそれぞれ種類が異なっていて今ご覧いただいた一連のプロセスの中でどの部分でも不正コピーを行うといったものから著作権を守ってくれます。そしてその仕組みを利用して発売日でないと音楽が聴けないとして発売日当日のダウンロードの集中を避けたり、また期間限定の曲を販売したり、そしてデータを活用してお客様満足度の充実のためのサービスなど様々な応用が考えられます。またこのシステムは一つのお客様でシステム全体を構築することもできますし、そして専門の会社が得意な分野でそれぞれ別々に行うことも可能です。あ、ダウンロードがどうやら終了したようですね。では一緒に奥田民生さんのマシュマロ聞いてみましょう。この曲はもちろん先ほど出てきましたポータブルプレイヤーにダウンロードをして街中で楽しむこともできちゃうんですよ。そして皆さん聞いてください。とっても素晴らしい音質ですよね。こんな高音質が簡単に手元に届く。しかしその裏側には様々なセキュリティが隠されていましたね。ではここでソニーミュージックエンターテインメント今野様のインタビューをご覧ください。2月の9日からですね、ソニーミュージックオンライン上にビットミュージックという名前で、IBM さんのメディアダイレクトというシステムを使い始めています。これはインターネット上を通じては世界初になるシステムですけれども、ジャケットがですね出てきたりですね、楽しいプレイヤー機能があったりですね、非常に楽しい音楽配信を始められたんだと思っております。僕らのビジネスっていうのは本当に権利を守るビジネスなんですね。でかつてもですね、実は例えば FM のエアチェックの問題とかですね、それから80年代に入って歌詞レコードの問題とかですね、非常に権利ビジネスを脅かす存在とかですね、そういうことで非常に揺れた時期があったんですけれども、アーティストのその権利をやっぱり守らないと元々の音楽のですね根本のアーティストのがどんどん元気なくなるわけですね。だそこをやっぱりいかに守るかということが僕らのビジネスの根本だと思ってます。でその中でやはり著作権をきちっと守った上で音楽をいかに配信できるかということで IBM さんのですねメディアダイレクトを今回選択させていただきました。そして将来 IBM はメモリースティックから PDA 携帯電話 SD カード方式などへ対応、オープンにインターフェースを公開し方式の標準化へ、さらにメディアダイレクトは音楽だけでなくメディアへの応用へと発展していきます。これからのネット社会、ゲームや映像をはじめとするさまざまなメディアビジネスのインフラベースになると考えています。 This is just the start. As we see the EMMS system rolling out over this year, starting with music, we would envisionmany telcos, broadcasters, and infrastructure companies who would license the EMMS server technology as well as the clearinghouse, and other third-party opportunities for content preparation and encoding, and then consumer electronics companies who will be putting the EMMS code inside their electronic device for secure delivery of music through standard dial-up internet or high-speed internet, DSL, or cable modem.as well as in the future for broadcast applications for delivering music over broadcast networks.
testing a wireless system for delivery of music to the next generation pervasive devices and cell phones. We see great opportunities for EMMS as it transcends a standard internet offering to one that becomes more of a pervasive opportunity for many companies to connect to new business models and opportunities for secure delivery of content. Of course, we're starting with music, but that content could be electronic books, it could be audio books, it could be games, video on demand, movies, rich media, secure insurance documents or death certificates for that matter. I mean, I guess the opportunities could become limitless, although the development schedule will have to be ironed out as to which opportunities we want to attack first. But it's clear that from a perspective of IBM, that secure delivery of media assets stemming from asset management and being able to organize the offering that you may have as a content owner, as a distributor, and being able to keep the security throughout the system all the way down to the consumer and to the device is of utmost importance. The EMMS system addresses that issue to provide for the consumer to enjoy, the college and next generation kids to enjoy music, but to enjoy music in a secure way such that the music is not able to be made a copy of to a million of your closest friends, and that there is really a business model and opportunity in the digital age for digital delivery. Domo arigato. Scott Burnett. いかがでしょうか。 IBM のネットワークソリューションが実現したエレクトロニックメディアマネジメントシステムは、インターネット上での高品質かつスピーディーな商品流通を実現すると同時に、皆様に全く新しいビジネスのスタイルを提案いたします。またこちらの映像の中に出てまいりましたソニーミュージックエンターテインメント様のプレイヤー並びにマジソンプレイヤーをステージ向かって右手に展示しています。本当に素晴らしい音質となっていますので、どうぞご自身でお確かめいただきたいと思います。本日はお忙しい中、 IBM 総合フェア2000先進ソリューションゾーンにご来場くださいまして誠にありがとうございました。